世界銀行、世界銀行、世界銀行、略称、世銀は、各国の中央政府、または同政府から、債務保障を受けた機関に対し融資を行う、国際機関である。本部は、アメリカ合衆国ワシントン DC、加盟国は189カ国。当初は、国際復興開発銀行のみを指したが、1960年に、設立された、 国際開発協会と合わせて世界銀行と呼んでいる。国際通貨基金と共に第二次世界大戦後の金融秩序制度の中心を担っている。1944年7月のブリトンウッズ会議で国際通貨基金と共に設立が決定された国際復興開発銀行は翌百四十五年に実際に設立され、百四十六年六月から 業務を開始した。設立当初、国際通貨基金は、国際収支の危機に際しての短期資金供給。世界銀行は、第二次世界大戦後の先進国の復興と、発展途上国の開発を目的として、主に社会インフラ建設など開発プロジェクトとに、長期資金の供給を行う機関とされ、両者は相互に補完し合うよう設立された。ソビエト連邦は、 決定には賛成したものの条約を批准せず、出資金を払い込まなかったために加盟できず、冷戦終結に至るまで、世界銀行の社会主義権における活動は、低調なものとなった。最初の有志はフランスをはじめとする戦災を受けた、西ヨーロッパ諸国であったが、こうした先進諸国の復興は、設立間もない世界銀行の資金力では、到底追いつかず、1947年に、 アメリカが衆国によるマーシャルプランが開始されると、世界銀行は発展途上国の開発資金援助に特化した。1948年の世界銀行の融資額は3億7800万ドル。同年度のマーシャルプランの融資額は40億ドルを超えており、アメリカが直接西欧諸国の復興に資金を供出した方が、はるかに有効だったからである。また、アメリカが 主導権を握っていることとソ連の不参加から、世界銀行の融資はそのまま西側の支援の一角となった。世界銀行はこの方針転換のため、一時、直接的な融資よりもそのための調査を重点に行うようになり、1958年まで1948年度の融資額を超えた年が存在しないなど、1950年代を通じて融資額は低調となった。 1950年代と1960年代を通じて、融資総額の半分以上がインフラへの投資で占められているなど、融資は大規模プロジェクトへのものが中心を占めていた。この頃の世界銀行の主要貸し出し国の一つは日本であった。1952年に世界銀行に加盟した後、1953年から日本の借り入れが始まり、合計8億6。 レ,レレレレレレドルを借り入れ、その資金は東海道新幹線などのインフラの整備に充てられた。やがて日本の経済成長とともに、途上国から順調な経済成長にもかかわらず、世界銀行からの融資を受け続けていることへの批判がまったことを受け、1967年には経済成長によって投資的各国から卒業し、囲碁新規融資は停止されることとなった。 その後日本は世界銀行への準出資国となり、出資割合も経済の成長とともに急激に伸びていって、1971年には日本は五大出資国の一つとなって、理事一人を自由に任命することができるようになった。世界銀行への残存債務も返済は順調であり、1990年7月には世界銀行からの借金を全額返済することとなった。 1968年にロバート・マクナマラが第5代世界銀行総裁に就任すると世界銀行の姿勢は大きく変化した彼は1968年の総会で融資の額を69年からの5年間で以前の5年間の倍にすると表明し彼のもとで世界銀行は急速に貸し付けを拡大しそれまでの22年間の総融資額よりも マクナマラの最初の一期四年の融資総額の方が大きくなるなど大きな影響力を持つようになった。それまでの財源の中心であった各国の拠出金に代わり、マクナマラは世界銀行債を積極的に発行することで市場から資金を調達することに成功し、以後世界銀行の独立性は高くなった。この拡大路線の中でそれまで融資対象に含まれていなかった教育など、 社会分野にも融資が行われるようになった。また、国際通貨基金も、1970年代以降、為替変動相場制を採用する国が増加したの、伴い、加盟国の国際収支から、国内金融秩序安定へ、その監視上言業務の比重を次第に移し、途上国への融資をその任務に含めるようになっていった。この融資拡大は各途上国の債務残高を増大させ、 1980年代以降、開発途上国で債務問題がしばしば発生する原因となった。また、旧社会主義諸国が次々と市場経済制度に移行するに至り、開発途上国の金融制度に関する分野では、その業務に IMF と一部重複も見られるようになった。開発途上国の債務問題に関しては、 世界銀行は1980年から IMF と共同で経済危機に陥った途上国に対し経済支援の条件として構造調整政策の実施を行うよう求めた。これは肥大化した公的セクターの縮小や各種補助金や公務員の給与の削減によって支出の削減を行うとともに経済を自由化させて 自由競争のもとで経済を成長させようというものだった。しかし、公的部門の縮小によって失業が増大し、教育や医療などの質的低下によって社会不安が増大するなどといった悪影響が大きく、特にアフリカにおいては多くの国で構造調整後も経済の賃は悪化する一方で政策は必ずしも成果を上げていない。さらに民間融資の低迷によって、 世界銀行及び IMF からの融資が、後発途上国への融資の大部分を占めることとなってしまい、さらに先進国も融資条件として構造調整政策の実施を前提として求めたため、この両機関の移行が途上国経済を左右することが可能となってしまい、内政不干渉の原則に外れるとの批判の声も上った。また従来推進してきた大規模プロジェクトにおいて、 その非効率性や環境への影響が指摘されるようになり、それへの対応策として、世界銀行は各地の NGO と共同でプロジェクトを行うことがく、なっていった。この動きを推進したのが1995年に、総裁に就任したジェームズ・ウォルフェンソンであり、またこの時期に組織改革も行われた。2005年には、ポール・ウォルフォ・ウィッツが総裁に就任したが、 スキャンダルによって2007年に失脚した。世界銀行の規模が大きくなるにつれ、それを保管する期間が必要となっていき、その結果、1956年には、世界銀行では融資できない民間企業に融資を行う国際金融公社が設立され、ついで1960年には、世界銀行からの借り入れもできない貧しい発展途上国向け融資を目的とした。 国際開発協会ができ、1966年には、さらに発展途上国と外国投資家との紛争を仲裁する国際投資紛争会センターが、最後に途上国への投資に対し保証を与え、さらにサービスや助言をも与える多国間投資保証機関が1988年に設立されて、現在の世界銀行グループが形成された。 世銀には関連の国際機関が5つあり、それを総称して世界銀行グループと呼ばれている。世界銀行グループを形成する機関は以下の5つである。主に中所得国に対して開発資金を融資する役割を持つ。開発資金の多くは金融市場にて世界銀行債を発行することによって調達される。最初に成立した世界銀行グループの機関であり、 最も競技の世界銀行という名称はこの銀行のみを指す。国際復興開発銀行の融資基準に満たない貧しい国に開発資金を供給する。第二世界銀行とも呼ばれる。貧困国向けの融資であるため融資条件は国際復興開発銀行に比べ緩和されており、しばしば贈与も行われる。開発資金の多くは先進各国からの拠出金によって賄われている。 世界銀行という呼び名が使用される場合、国際復興開発銀行と国際開発協会の両校を指して呼ぶ子が一般的である。国際復興開発銀行、国際開発協会の融資は政府向けのものに限られるため、そこからは融資できない途上国の民間企業向けの融資を行う機関である。途上国への融資に保証を与えることで、 外国からの融資を促進するための機関である。発展途上国と外国投資家との投資紛争を仲裁するための機関である。世界銀行の意思決定機関は総務会である。総務会はすべての加盟国から総務一人と代理一人が参加する。総務と代理には各国の増唱や中央銀行総裁が選ばれることが多い。各国は 出資比率に基づき、保有する世界銀行株一株につき1票の投票計を持つ。2010年、最も票数が多いのはアメリカが主衆国で、総票数の15.85%を持つ。次いで票数が多いのは日本で6.84%を、占め、以下、中国4.42%、ドイツ4.00%、イギリス3.75%、 フランス3.75%、インド2.91%、ロシア2.77%、サウジアラビア2.77%、イタリア2.64%の順となっている。総務会は国際復興開発銀行と国際開発協会、それに国際金融公社をまとめたものが一つと多国間投資保証機関のみを統括するものが一つある。なお、 各機構への出資額が違うため、同じ総務会でも、機構ごとに、各国の所持する票数は異なる。総務会は、IMF と共に都市に一度総会を行い、ここで、各市決定を行う。総会は3回のうち2回は IMF 及び、世界銀行の所在地である、ワシントン DC で行われ、1回、3年に一度はそれ、以外の加盟国で行われるのが慣例となっている。 2012年度の総会は開催されるはずであったエジプトでアラブの春による政常不安が起きて開催を返上したため東日本大震災からの復興をアピールするために日本が立候補し2011年6月6日に日本開催が決定されたこうして2012年の10月12日から10月14日にかけて東京で総会が行われることとな 総務会は、権限のかなりを理事会に委任している。理事会は、最大出資国5カ国、2010年までは、アメリカ、日本、ドイツ、イギリス、フランスから一人ずつと、その他の国から選ばれた19人の合わせて24人で構成される。この19人は加盟国を、主に地域別にまとめた、選挙区から選出される。中国やロシア、サウジアラビアといった、 拠出額の大きな国は単独の選挙区を持っているが、英語圏アフリカとフランス語圏アフリカはそれぞれ一つの選挙区となっているなど、出資額の少ない多くの国は大きな選挙区に属している。世界銀行には各国が出資金を払い込んでいるが、実際には国際復興開発銀行は開発資金のほとんどすべてを金融市場にて、 世界銀行債を発行することで調達している。これは国際復興開発銀行の融資対象が中所得国が中心であり、創設以来黒字を上げ続けていることもあって、融資の回収の見込みが立っているためである。それに対し低所得国を融資対象とする国際開発協会は信用度が低く、資金の多くは参加国からの出資金によって賄われている。 国際復興開発銀行、国際開発協会ともに融資対象国のリストを作成しており、基本的に国際復興開発銀行は中所得国、国際開発協会は低所得国をその対象としているが、各国の信用度によっては中所得国が国際開発協会の対象となったり、逆に低所得国でも国際復興開発銀行からの融資しか受けられない、 場合が存在する。また、一定の所得水準や開発水準を満たしたと認められた国は、投資的各国から卒業することとなり、囲碁新規融資が受けられなくなる。総裁は、理事会によって選出される。総裁は、世界銀行グループ5社のすべての総裁を兼任し、グループの実務を司る。世界銀行の総裁には、米国出身者、 国際通貨基金のセンムルジには欧州出身者が選出されるのが暗黙の了解になっているが2012年の総裁選においてはアメリカ国籍のジムヨン・キムに対し発展途上国からコロンビアのホセアントニオ・オカンポとナイジェリアのオンゴジオコンジョ・ユエアラが擁立され異例の選挙戦となったこの選挙はオカンポが発展途上国の候補一本化を目指して 途中で撤退を表明し、イウェアラとキムの一騎打ちとなったが、最終的には発言権の強い先進諸国のオス、キムが総裁に選出された。世界銀行の副総裁には、日本人の服部正也、や、日本人書西水美恵子が選ばれたことがある。次の表は、国際復興開発銀行、IBRD、国際金融公社、IFC、国際開発協会、 IDA 及び他国間投資保障機関、MIGA のそれぞれの機関において2014年12月、または2015年3月の時点での票数の多い20カ国を示したものである。各国は資本への出資金によってまず最低250票を与えられ、ついで出資率に応じ票数を割り当てられている。世界銀行の加盟国は189カ国である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。